Welcome to the Gundam Online. どうも、シルビです。道軍戦です。不毛な戦いになることが容易に想像できるという初動の2と4、特に2を抑えられないようにだけちょっと意識していきたいものです。2を捉えると道軍戦はもうほぼ取り返すのが絶望的になるというレベルだと思います。エースがいないから。それがこっちも逆もしかりなんですけど。ちなみに半チャージでも格闘無効化になるんで、絶対チャージした方がいいですね。ダウンしてなくなるんで、一方的にこっちが打ち勝てます。ただ、ダメージはもらうんで、ただ2000以上もらう格闘は相手のチャージ格闘ぐらいなので、だいたいフルだったら一発与える、耐える状況。なので、積極的にですね、チャージを扱っていった方が、いいですね。さあ、行こうぜ。アトミックバズーカ食らった。アトミックバズーカ、これだよ。困っちゃうわ。 Z 来た。4とりあえずでかいんだけど、いねえからね。なかったから。はい、段階ビーコンよりもね、優先してやりました。ダメか。ダメでした。これはもうダメだ。これ3を取られてる感じで、これはね、厳しいですね。ちょっと使えてきたな。命中率が良くないですね。味方じゃなかった。ちょっと待ってきてるね。これ休憩しましょう。これって集中力の問題。命中精度は非常にそこが重要なので、あの大きいのに当たんないっていうのはそういうことですよ。ハッカーがいる。いやー、全然ダメですね。やっと当たったみたいな。だからダメだと追いつくしかないんで、やるしかない。
ましょう。下に超ブンブンしてる音が。OK。あれ当たるんか。まあこれでね時間を潰しつつって感じですね。いやー初動痛かったな。まあよくあるんです事故だから。3よりもガンガン4を意識した方がいい。崖を取ってるからね、せっかくだから。その優位性は。ガンガン使っていったらいいね。はい。今のはもう完全に来る先を置きました。いずれ起こることが分かったんで。ズレが来るのを分かった上での位置ズレした後のを先に打ちました。なんで見事にね入りましたね。あ今なダメ。いやそんな余裕はないだろ。マジかマジか。感謝でしかない。落ちますけど。押すときは使ってあげないと。耐えちゃった。ミノムスリー粒子量減衰、レーダーが回復しました。あーダメージ、あ、頭、あ、マンバズか、裏からか。残念。こけたーってこと。押し切れないですね。ちょっとあと10分で短いかなという気はしてるんですけど、
無芸実装を巻き返すにはネズミ等々もかもしれないけどね。アンカシちゃんごめんよ。あー死んだ。スツームが飛んできた。無理無理っすよな。あ、死んだって感じ。D 式ですね。チャージバズがね、ちょっと厄介だったね。あれがなければって感じです。そっちに気を取られました。これ、期待がね。もったいね。もったいね、お化けが出るわ。私はイフリートとイフナハはあまりも今現状ひどいんで使わないですけどね。あの位置ずれは、まあ、ただ格闘技全般で起きてるのかなという気はしなくもないですけどね。おい、ブオンっていう音の後にダメージ来たんだけど。どんだけだよ。D 式ですね、しかしね。D3 ではない。まあ、位置ずれは本当厄介ですよ。どうにかした方がいい。まあ、するらしいんですけどね。全然、のくずりもしないですからね。格闘中。何ぞそれって。はっかいた。ミサイルか、なんかダメージ少ねえなと思って。当たってないべ。今の当たってないべ。いまいちですね。まあただメインが当たんなくなってきているので、ジェルググのね、こういう時はもう無理せずお疲れさんでしたですね。ちょっと遅いですね、やっぱね、ゲルはね、ゲルキャは。ライデル、こっちに比べると。何でもいいんですけど、あのね、絶対ね、アウトラインはね、自分につけるべきだと思いますよ。
ごめんよ。ラグ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 。マークされるとめんどくさいですね。まあこれは戻るしかない。緊急戦はそんなに強いというわけではないので、こいつは。ほうほう、知ってる知ってる。増えてますけど、ステルスですかね、完全に。まあ映ってたかもしれないですけどね。そんなに長時間でステルスができるわけではないので、5秒、10秒あるかないかぐらい。だからその間に格闘できちゃうんでね。まあ格闘来たら切れるようにはしてほしいですよね。切ってるな。体力が表示されてない。まあ、ひどい期待ですよ。クレピクトいい。ひどい期待っていうか、調整不足。だから、あれに基準を合わせられちゃうと、きついんですよ。他の期待が。あのね、あれですもん。さっき言ったように、本拠地の体力も上がってるんですね。それは安易なネズミを防ぐためっていう話なんですけど、他の人たちはあんなめちゃめちゃにダメージ出せないので、結局ですね、他のネズミにするのがもう完全にですね、限定されてしまうですね。だからそれは一重に特定機体を弱体化させたくないっていう思惑があるんですけど、そうするとね、他の機体はっていう話になるからなかなかやりづらいんでしょう。キャルク保有されてないんだけど、あはは、あはは、悲しみですね。おい見てくれよ、おい坊や坊や、ユージロー、お、スルーされた。マジか。あ、もうダメだこれ。まさかのガンスルーされた。やべ、ステルス実装だわ。私ステルス実装しちゃった。味方へのストレス発動。あそこで体力回復できてたな。悲しみ。
いやー、今回ね、2号機がね、2度事故ったっていうのがね、いただけない。痛いっすね。それが痛かった。まあ、そんな感じでございました。はい。まあ、とりあえず、ちょっと休憩しましょう。命中率がものすごい下がっているんで、こういう時、お、ギネス。かっか。こういう時は無理しない。それではですね、最後まで見てくれてありがとうございました。シルビーでした。